級駆逐艦は、スペイン海軍の駆逐艦。イギリス海軍のスコット級共同駆逐艦の改良型である。建造中に、スペイン内戦が勃発し、停泊している港や建造している造船所が、共和国軍と人民戦線軍の双方に占領されたため、同クラス艦が敵味方に分かれて戦った、稽古な戦役を持つ。本級は、全艦が、 カルタヘナ海軍交渉で建造された。16隻が建造され、2隻はアルゼンチンに売却された。本級の建造は1915年2月17日に海軍大臣、アウグストミランダイゴドイによって認可された。計画では、軽巡洋艦4隻、駆逐艦6隻、潜水艦28隻、砲艦3隻。 沿岸警備艇18隻が建造される予定で、実際には、軽巡洋艦5隻、3隻のアルゼード級駆逐艦、14隻のチュルカ級駆逐艦、16隻の潜水艦、3隻の砲艦が建造された。高期立て造艦の数隻は、スペイン内戦中の武器禁輸により中央部の方を搭載しないまま巡航した。 初期の3隻は1925年5月から1926年6月にかけて浸水した。プラスウルトラがアルゼンチンへの飛行を行った際にメンデス・ヌエスとアルゼイドが同行したが、これらの艦艇は1926年2月7日にブエノスアイレスに到着した。アルゼンチン海軍はアルゼイドの購入に興味を示し、 スペイン政府は1927年5月25日に官邸の売却を決定した。アルゼンチンは結局チュルカとアルカラガリアノを購入し、両官はセルバンテス、フアンデガライと改名された。チュルカは1928年、アルカラガリアノは1933年に浸水した。他の4隻を加えてもう7隻が1935年から37年に、 かけて浸水した。スペイン内戦初期に、本級は、政府側で運用され、ジブラルタル海峡を封鎖に参加した。何隻かは、戦闘に参加し、アルミランテ・フェランデスとグラビナは、エスパーテル・ミサキオキ海戦に参加。アルミランテ・フェランデスは、従順洋艦カナリアスによって撃沈された。レパント、アルミランテ・バルデス、アルミランテ・アンティーキオラ、グラビナ、ホルヘイユアン、 エスカノはパロス岬沖海戦に参加し、レパントは反乱軍側の従順洋艦バレアレスを魚雷により撃沈した。シスカルは基本湾において航空攻撃によって沈められたが、反乱軍によって再浮揚され内戦終盤に使用された。本級はイギリス海軍の駆逐艦に艦姿が酷似していたため、ジブラルタル海峡の封鎖突破への使用が試みられた。 ホセルイス・ディエスは、イギリス海軍のグレインビルのペナントナンバーが、船体に描かれて行動したが、カナリアスや他の艦によって迎撃され、ジブラルタルで自ら座礁した。スペイン内戦が終了すると、本級はフランコ政権によって運用された。ありがとうございます。